本当に現れた、親父。さっさと退場しな。規則違反だぜ。さて、雷帯に残された領有、ここで一つ問題を提起したいと思います。ご存知、瓦、屋根に並べる建材です。ここに用意された瓦、実に40枚。こんなせんべいほどの土の塊を瓦割り、考えてみたら初めての体験。何枚割ったところで何の目安にもなるまいが。なあ、竜海王。権威とは、弱者のためにこそ存在するものなれば、何者も傷つけることなく得られる上達の実感。かつては破壊不可能だった物体を、進化の途上という条件付きならば。で、教えてやるよ。取るにも足らぬ錯覚の歴史だったことを。なるぜ。100年も使ったんだ。勝負ありってところだろう。とりあえずは。なんという退場するぜ。半馬裕次郎。ほう、列だ、列海王が出てきたぞ。貴様これはこれは、私と戦え。今すぐこの場で。願ってもない。老師、私を。ずるいじじいだぜ。